入ってんだよこれ入,って,入っ,てってないですよえ入ってない入ってない入ってないム <laughs> ーチームなんだよなんだよこれなんだよ <laughs> でも月間ムートあなたをつなぐム <laughs> ーチームつなぎ役は私みーこですよろしくお願いします そして、えー、注ぎ役は月刊ム三上編集長ですよろしくお願いしますハッピーハロウィン <laughs> ハロウィンですかね、はい。はい楽しそうですね、もうね <laughs> ほら、もうお客さんもみんなハロウィーン付いてかわいいですよね、はい。ハロウィンってどういう日,日というか意味か、わ<あ>かりますなんか日本のお盆みたいな感じんなんじゃないかなと <laughs> なんでこの時期なのおー、ね やっぱり、かぼちゃがなるからじゃない何言ってんの <laughs> 別にかぼちゃ、まあまあかぼちゃでも作るけど収穫祭かなと思ってたんですよね,ねこれは、いいですか、はい、覚えておいた方がいいですね秋分の日と冬至の間、ちょうど真ん中の日これがハロウィンね、えー、あそうなんですね逆に春分の日と夏至の間、ちょうど真ん中の日は何でしょう、はい、ええ セント・パトリックで<何>、えーなにぃえ、わかんないメーデーだよ5月1日、メーデー<あ>ね、メーデー今はなんか労働者の最低みたいなことになってるけども、はい、本来はあの日はそういう祝日というかね、えー、あの節分とは言わないけどもそういう日なんですねそう,そうなんですね意味があったんですね当然だからちょうどおハロウィンの半年前はいまあ半年後メーデーなわけですね そっか。はい、だから、あんまりこう日本には。なんか馴染みが <laughs>。<laughs> 馴染みがねえな。いや、日本は、その春分。なんか、とか、そっちを大事に。ちゃんとあるんだよ、そういうふうな、こう一年のね、季節の、の区切りというか。うね、まあ、中にはね、魔術的に言うと、ね、このハロウィンの日には、ね、魔王が。 現れるとか、魔王の誕生日みたいなんですね。言い方もするけれども、そういう風な非常にですね、重要な日、季節的にそうなんですね。はい。おお。まあそういうね、季節と10月に入りますとね、ノーベル賞ですよ。そうだ。ね、今年もね、めでたく日本人のノーベル賞受賞者が決まりまして。いらっしゃいましたね。ね、本場タスク教授。はい。ね、癌の治療の役のね、すごい方だというね。 ノーベル賞を受賞して初めて気づくみたいなね。うん、ね。そうなんですね。でもいいこと言いますよね。ノーベル生理医学賞ですか。はい。受賞した時のコメント。ね。うんうん、聞きました。聞いないね。おお、今のね、研究者、学生に送る言葉。はい。教科書の9割はね、間違っていると。 嘘だとそうこなの信じるなとはいはいこの先生やっぱりすごいなそうですねね常々ムーが言ってることじゃないかそ,そうそうなんですよねね意味軸もねそう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 ひょっとしてねあの本庄教授もねムー読んでんじゃねえのいや読んでますよあれは多分ムーに対するメッセージだと思うんですよね教科書読んでるやつ ちゃんと読めってう教科書なんか信じるな、ね、みたいなね,そうな,ねなかなか言えないよ教科書のだって9割方はもうね、うん、これは間違ってると言っちゃうんだようん、うん、ねそうですよ、ね、教科書がありえないと言ってるところに真実がある、ね、そうですねなんでイコール「ムー」を読むとノーベル賞が取れるかもしれないっていう行間を読むと「ムー」にいかに真実が書かれているかとい、はい。 本当大きな、ね、テレビで言ってくださって本当にありがたいなと思った次第ですけど<え>、はい、送っとこうかなもうね。うん、もうよ送った方がいいですね,ね教授、読んでください教授したら多分、読んでるよって<え>、はい、言ってくださるんじゃないかなと思いますけどねちょ,ちょうどですねそのノーベル賞はあれですけど10月、はい、ね来たる10月12日そうねえ東京は池袋パルコでですねなんとムーテ。 はい、この響きがすごいなん、ムーテンいいですねムムムーーーテテテンンンがとうとう12日からスタートですよ、これ、<え>なんかすごいですね、裏見ると、何ですか、世界最強の超能力者が曲げたスプーン、誰だろう、誰でしょうね、もう大体、たんだろう察しますけど、はい、あとインスタ映えできるんですね。ムー、ね ライブラリーや頂上現象の一部になれるフォトスポット。めっちゃ、ね、気になる。いかにもって感じだよね。最近のね天南ですね。この電話もうインスタ映えを狙うムーミンはいかないわけにはいかないですね。ちょうど今出てるですね。はい、11月号がこれ創刊39周年なんですね。はい。ですからあのまるまる39年経ったのでこれ以降は40年目に入るわけです。うん、はい。で、はい、来年の11月号40周年に向けて。 ちょっと盛り上げていこうかなということで、はい、まあこの展覧会もですね、えー、東京が終わりましたら全国あんしようかなと、はい、すごいじゃあ池袋をはじめ、ね、そっからスタートして、はい、これはあの松竹様とね佳子様の、はい、おのご協力を仰いでですね、はい、イベントやっておりますのでもしね、あのー、お近くに来たり そのお時間がありましたらぜひ、ねうんえー、足を運んでいただければと思いますすねねそうです、ね、限定グッズとかもねゲットできるみたいですしです、ね、あのメニュー、なんか食べ物も結構ムーっぽくなっててこれはねインスタ映えするするする、はい、なのでねねねで先着なんか、ね、書いてありますよ、ね、先着、何名かにプレゼントもあるみたいな感じで。 ね、コーララムネ、プレゼントって書いてあるので、コーラのレア商品はゲットしないわけにはいかないですね。はい、ぜひぜひ,、ね、ぜひご来場いただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。